軽い足取りっていう曲をやろうか。これはもう大変変えるまで。これでもエレキギター持ってないだけね。そう、いつもより少ないんですよね。少ないね。エレキギターとこれとマンドリンとだんだん増えていっちゃったね。そうですね。なるべくみんなね、持ち歩きにコンパクトの楽器を持ち替え楽器に選ぶっていうね、ように努めてはいるんですが、今日はね、そうだ、僕お礼を言いたかったのは、このベッシーホールのね、ハッチさんのご厚意で今日はテナーサックスをお借りしました。ありがとうございます。僕はこれだけ持ってきたんですが、会場に来たらこんなピカピカのが、ね、用意されていて、とてもテンションが上がりました。なので、ね、明日は旭川に行くんですが、テナーを含むはこの札幌だけです。皆さんにごめんなさい、明日朝日会で見える方で今日いらしてたらごめんなさい。でも今日はね、今日で見れてよかったですね。後半はね、バリバリ吹きますんでね、楽しみにしててください。それでは軽い足取り。本当はここでこういうのやるんだよね。